この子じゃなくて、この子でも。先生、いつの間に。以前おっしゃっていた喜劇についての古書、いくつか心当たりがあって探していたのですが、確かこの辺に。この子です。この子はロマンチックな雰囲気に満ち溢れた喜劇なんです。とある夏の夜、森の中でいたずら好きな妖精がいました。その妖精は花の蜜を人の目に垂らして、すみません先生。いえ、私は大丈夫なのですが。お話の続きですか。それはその、次に目を開けてみた最初の相手が運命の人という。申し訳ありません、説明が下手で。その、私ではなく、今日は先生の好きな本について教えてくれませんか。